そして、ボサノバの有名なスタンダードナンバーで、イパネマの娘という曲があります。もう一曲有名な曲で、ウェーブ。この2曲が合わさって1曲になっています。なのでタイトルは、イパネマ海岸の波と。どうなっているかというと、コード進行は The Girl from Ipanema ですね。ところがメロディーがウェーブになっている。なこういうちょっと変わった曲ですね。はい、それではいってですね、イパネマ海岸の波。
Thank you.